どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ハンマー愛好家のリュウです。さあ本日なんですが、モンスターハンターライズよりハンマーの使い方、こちらをね皆さんにご紹介していきたいなと思っております。ご存知ない方のためにね、自己紹介させていただくと、モンスターハンターワールドでは武器操作の初心者講座とか、マヒスラッシュアックス部隊とかね、そっち系の動画を投稿しておりました。概要欄にリンク貼っておきます。今回モンスターハンターライズが発売されるということで、久しぶりにねハンターの世界に足を踏み入れております。今回は復帰勢や初心者の方のために、ハンマーという武器がですね、どういう武器なのか、そして使い方について、細かくね、できる限り分かりやすくご紹介していきたいなと思っております。これさえ押さえておけば明日からハンマーが使える、そんな動画をね目指して解説していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ハンマーという武器がどういう武器かという話なんですが、特徴は大きく分けて2つ。非常に威力の高い、ロマン性のある一撃を食らわせられる武器であるということ、そして打撃属性なのでスタンが取れるということ。モンスターの頭を殴ることによってモンスターの頭に気絶死をためて、モンスターを気絶させることができると。でモンスター気絶すると、大ダウンが発生して、無防備な状態になります。さあ早速、操作方法について説明していきたいんですが、まずため変化についてちょっと新しい要素なんで解説していきたいなと思います。今まで、ワールドでは力ためって言われていた、ZR と A を押す行為なんですけど、これをすることによってどんどん、この切れ味の右側のハンマーの色が変わってるの分かりますかね。これ黄色から紫で、紫から黄色で、黄色から紫、紫から黄色みたいな感じで、これ何が起きてるかっていうと、ための種類が変わってるんですよ。これ紫色の状態だとどういう特徴があるかっていうと、ダメージがめちゃくちゃ高いです。紫状態の攻撃は、その代わりちょっとねモーションが大きくて隙が大きいです。例えばマックスまで貯めるとこういう攻撃があるんですけど、このあと回避、ここまでいかないと回避できなかったりとか、かなり攻撃力は高くなるんだけれども、まあ、ちょっと隙が大きくなるみたいな感じですね。で対してこの黄色い状態は何かっていうと、黄色い状態は結構ね隙が小さいんだけどダメージ量はちょっと少ないみたいな。結論から申し上げますと、基本的にこの紫色の状態、こっちで戦う方がいいと思います。なんでかっていうとダメージ量が大きいんで、ダメージ量が大きいからこっちで戦っていって、でポイントポイントで、黄色に切り替えてこう大技を打っていったりとか、まあ、そんな感じのね立ち回り方になるのかなというふうに思います。よく使う攻撃を説明しておくと、インパクトクリエイターっていう鉄柱主義、いわゆる鉄柱主義っていう技ですね。新しく追加された、武器を構えている状態で ZL を押しながら、A、これです。これが、インパクトクリエイターという技。これね実はね、この技この技が一番その DPS、 いわゆるダメージ量を稼げるんですけれども、注意しなきゃいけないのはこのため3の段階、もうマックスで溜めている状態の時に打つダメージと、あと普通にこの状態で打つ、このまますぐ打っちゃうのとダメージ違うんですよ。だから基本的にマックスまで溜めてから打つ、これをね意識していただきたい。こう溜めずにね、このまますぐ打っちゃうとダメージ量が下がっちゃうんですよ。ダメージ量というか、まあ判定、当たり判定がその1回になっちゃうんで、マックスまで貯めると最後のこのなんかその一番下の叩きつける攻撃あるじゃないですか、これが2回になるんですよ。これがね当たり果て2回になるんですよ、マックスまで貯めると。なのでこのインパクトクレーターを打つときは必ずマックスまで貯めることを意識したい。でテクニックなんですけど、じゃあマックスまで貯めてる時間ねえよみたいな、いやもうちょっとでモンスターなんかその起きちゃうみたいな時あるじゃないですか、こんな貯めてる時間ねえよみたいな時あるじゃないですか。そういう時に使えるテクニックがため変化を使うんですよ。これ ZR と A を押すところ、ため変化出るって言ったじゃないですか。これ紫から黄色に変化した瞬間、ためがマックスになるっていう仕様なんですね。これ紫から黄色になった瞬間って、この瞬間これマックスになってるんですよ。もういつでも、例えば
紫の状態でなんか立ち回ってました。はい、でなんか殴ってました。で紫状態からこの瞬間ね、あのマックスになってるんですよ。要は紫から黄色にした瞬間は絶対にため段階がマックスになってると。つまりこの状態でインパクトクレーターを打つと最大ダメージが入ります。だから紫で攻撃しました。はい、でこうやって攻撃しました。で、あ、やべえ、モンスターの隙来た。でこうしてこう打つんですよ。こうすることによって、マックスダメージが入ります。ため段階3で打ってるっていうことになるんで、インパクトクレーターが。なのでこの動きを覚えてほしい。もう一回やりますね。紫の状態で攻撃してました。紫から黄色にしてすぐこれを打つと、こうするとものすごいダメージが入るんですよ。まあ後でちょっとね、実戦の様子見ていただければいいかなと思うんですけども。なのでこの紫から黄色に変わった瞬間、ここはマックスになってるよっていうことだけ覚えてほしい。さあお次はね、アスカ文化アタックと言われている、過去作から、一応ある動きなんですけど、鉄柱式ですね、ZL を押しながら、X ですね、これです、これね、もともとね、これね、斜面でしか出せない技だったんですけども、これ、鉄柱式で、どっからでも出せるようになりました。例えば、これ、上からでもいけます、これ、こっからとかでもいけます、これ、こういう感じで、こういう感じで、結構ね、重宝しますね、意外とね、これ、距離詰めれるんですよ。これ見ていただくと分かる通り、すごい前に進むんですよ、これ。こんだけ前に進むんで、結構距離詰めたりとか、あと上にその弱点があるモンスターとかがいる場合に、この技を使って、こう、ぐる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 ドーンみたいな感じで、戦っていくっていうパターンが多いですね。で、このアスカ文化アタックの後なんですけど、このアスカ文化アタックの後にもコンボがつながって、ここで X を押すと、ここまでつながるんですよ。なので、ちょうどよくモンスターの頭にこう、着地できましたみたいな時は X で追撃みたいな感じでね、こんな感じで使うとなんか一番ダメージが効率よく稼げるんじゃないかなと思っております。でこのね、鉄柱式なんですけど、押した後にR を押し続けとくと、この状態で貯めれるんですよ。だから、あ、今いけねえや、これ今ちょっといったらやばいっていう時はちょっとこの状態で待って、でモンスターの動き止まった段階でこういくみたいなね、こういうのも割とあるかなと。さあ鉄柱式終わったんで、次はね、基本攻撃ですね。ため3叩きつけ、マックスまで貯めた状態でこうですね。これがため3の叩きつけ。ちょっと技名細かいのはちょっと覚えてないけど、ドーンと、まあ、大スタンプって呼んでるんですけどね、大スタンプは結構なダメージ入るんで、まあ隙だらけの時とかにね、こうぶちかましていくと、これよく使います。あとは新しく追加されたモーションで、マックスまで溜まっている状態で、紫の時にね、マックスまで溜まっている状態で、こうスティックを、方向スティックを倒しながら、X か、もしくは、ZR を離す。すると、これなんかね、飛び込みスタンプみたいな。これ結構ね、移動距離稼げるんですわ。結構これ重宝するんですよね。今までってハンマーって、距離稼ぐ方法って、この2段階ための、このアッパーぐらいしかなかったんですけども、これ今回のその3段階目で方向スティックを押しとくと、こんだけ距離稼いでバーンってやってくれるんで、これめちゃくちゃ強いです。これもすごい使う。あとはためにアッパーですね。さっきやった。これ2段階目で1、2段階目で ZR を離す。もしくは2段階目で、X を押すと。押すとためにアッパーが入ります。で、ため1は何かっていうと、もう普通に振る。このなんか、ハマーをなんかこう、斜め上から振るみたいな。この動きね。この動きです。で、一定のそのポイントをずっと攻撃したいって時あるじゃないですか。例えば、ここにモンスターの頭がありましたっていう時は、ZR でこう、XXXX みたいな。でもう一回 ZR 押して、XXXXX みたいな。この動きがね、結構使うかな。モンスターの頭がこう、ダウンしてここにある。けど、鉄柱式も溜まってないみたいな。これ打っちゃって、この技打っちゃって、もう鉄柱式ねえやっていう時とかは、モンスターの頭壊したら、入っちゃって、で、XXXX で ZR、ちょっとだけ前に行くんでね、そこはね、ちょっと若干の、位置調整は必要なんですけども、こういう感じで使っていく感じですね。はい。このね、X の縦振りっ
みたいな攻撃はあのアッパーからとかでも出せて、こういってから、XXX とかこういうのもできます。で紫の時がそんな感じなんですけど、これねため変化が起きるとね少しモーション変わるんですよ。ね黄色の状態でやると、例えばためにアッパー、ほら短くないですか、わかります、移動距離短いんですよ、あの紫の時よりも。紫やってみると、ほらわかります、ちょっとね移動距離が短くなってる気がするんですよね。なんで若干そのモーションが変わるっていうのは覚えておかないといけない、黄色い状態の時はね。で返しぶりみたいな、あのその XXX コンボもすげえなんか速くて、わかります、これほら速いっしょ、速いんですよ。 ZR はい、この2打目がめっちゃ速いしね、なんでちょっと若干ねあのダメージ量落ちるんですけど、少し隙がなくなるんで、隙がないモンスターとかはこの黄色で立ち回るっていうのもしかしたらあるかもしれないね。とマックスまで貯めるとぐるんぐるん、こういうねぐるん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 ドーンみたいな、これこの後ここまでいっちゃうとすげえ隙だらけになっちゃうんで、これねどこで X を入力するかによって変わるんですよ。この辺で押すとホームランみたいになるし、この辺で押すと返しぶりになるって、もう一回三角までつながったりとか、こんな感じになるんで、黄色の時にマックスまで貯めて、ぐるぐる攻撃を、どこで X を押すかによってなんかちょっと若干モーション変わるよみたいなね。これすぐ押すと、すぐ終わります。ちなみにここで終わるんで、この感じで、なんで間違って出しちゃったみたいな時があるんですよ、たまに間違って、あ出した出しちゃった、あ早く終わらせよってみたいな感じで、こんな感じでね使ったりとかはしますね。はい、さあお次よく使う攻撃、餅つきっていう技、これねこれなんですけど、これねモンスターの頭とか、まあ、部位とかに攻撃をし続けないとちょっとあの攻撃がつながらないというね、あの仕様になってますんで、ちょっとあの実際の狩りの様子をご覧ください。これめっちゃ強いんですよ。これめっちゃ強いんで、まあとりあえずあの大ダウン取った時とかスタン中とかは、このコンボを使っていただければなというふうに思ってます。さあよく使う攻撃最後ですね、ジャンプ攻撃。これがねめっちゃ強い、まあ強いのか、これ例えば段差があるところでできるんですけども、モンスターがここにこういうね段差があるところに倒れてたとするんじゃないですか。そしたらこれバツで回避を押すと段差から降りれるんですけど、これで R2 を押すとこうなるんですよ。 R2 を押して離す、あ R2 じゃねえや、 ZR か、 ZR を押して離す、はい ZR を押して離すみたいな、無限にジャンプ攻撃ができるっていうね、こういうコンボがあるんで、まあ、段差今回ねノリがなくなったんであんまり使うことないと思うんですけど、まあこういうこともできますっていうことだけお伝えしておきます。それから段差ですね、段差攻撃、これです。さっきの鉄柱 C のこの技あるじゃないですか、これの段差があると同じ動きが、これ同じ動きができますね、これね、はい、鉄柱 C と理論上ですよ、理論上段差でこう攻撃した後にまた上からこう行ってでまた段差で降りてこう行くみたいな、その永遠になんかそのアスカ文化アタックできるみたいなコンボは、今作からできるように以上になりました。使うかは分かりませんが、で今まではねこれね滑るとね止まんなかったんだけど、これね離すと止まります。この方向スティック離すと止まるんですよ今作、これめちゃくちゃ強化すわ。今まではこれ方向スティック押さなくてもこれね止まんなかったんですよね、これずっと永遠に滑っていっちゃったんですけど、これ今作からこれピタッと止まるようになったんで、間違って滑っちゃうことあるんですよ結構、ハンマー使ってると斜面でこういう時でもピタッて止められるというね。例えばモンスターの頭があそこのうんちだったとするんですか、そしたら滑ってってでこれピタッと止まるみたいなね、でこういくみたいなこともできるんですよ。なので結構微調整が効くようになりました。はい、大体ね全部説明したかなと思いますね。はい、ハンマーの使い方は早速ですね、実際の狩りの様子をね見ていただきながら
どんな感じで使っていくのかっていうのもお伝えしていければなというふうに思っております。私玉三つねがちょっとまだ全然モーション覚えられてなくて、知っているモーションを完全に知っているリオレイヤさんでちょっと実践してきたので、よかったらそちらの様子を最後にご覧ください。それではどうぞ。覚悟はいいですか？
ミナに注意だ。Thank you.